羽生結弦選手。この羽生選手のライバルといえば世界王者パトリック・チャンですが、ここへ来てさらなる要注意ライバルが、ロシアの皇帝エフゲニー・プルシェンコ。オリンピック3大会連続メダルのカリスマは今回が4度目のオリンピック。日本人選手たちとも和気あいあいと接するなど、持ち前の明るい性格で常にファンを魅了してきました。幼少期からプルシェンコに憧れてきた羽生選手は、そのヘアスタイルを真似していたことも。さらに羽生選手が取り入れているこのビールマンスピンも、かつてプルシェンコが得意としていた技なんです。憧れてきたプルシェンコとソチのリンクで激突する羽生選手、その戦いに注目です。